はい、こんにちは、ポロです。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。今日はですね、ポッドキャストの意外にして最強のメリットという話をしていきたいと思います。ポッドキャストのメリットについてはね、今までもたくさんお話してきたと思いますし、僕の電子書籍とか、そういうところでも発信しているので、なんとなくわかる人は多いと思うんですけど、代表的なところで言うと、初期費用が全くかからないとかね、あるいはですね、話すのが上手くなるとか、そういうこともあるし、作業が非常に楽っていうのもありますよね。そういう諸々のメリットがあるんですけども、実はですね、ポッドキャストって使い方次第ではめちゃくちゃですね、大きなメリットが得られる媒体なんですよね。その音声コンテンツという特質も多少ね、関係してるのかなとは思うんですけども、普通あまりブログとか、YouTube ではね、やる人もいるかもしれないんですけど、そんなにこう頻繁にやっているようなイメージはないですよね、YouTube だと。あることがこのポッドキャストではやりやすいっていうことなんですけど、そのあることって何だと思いますか？ポッドキャストっていうふうに捉えるとあれなので、例えばラジオ番組とかも同じことがね、言えるかなと思うんですけど、実はですね、このポッドキャストって、比較的有名な、その何ていうんですか、型というかパターンとしてインタビューってものがあるんですよ。通常、ポッドキャストを配信する場合、どういうスタンスで、配信していくのかっていうのを考えないといけないんですけど、一人で喋るのか、複数人、2、3人で運営していくのかっていうのもありますし、あるいは何かね、自分の知ってる情報を発信していくのか、誰かそういうね、そのコンテンツホルダーとか、そういう有名人とかを捕まえて、その人のことをインタビューするのかとか。海外では結構そのインタビュー形式のポッドキャストを配信してる人って多いんですよね。メリットとしてはやっぱりその自分のリスナーだけじゃなくて、そのインタビュー相手のリスナーも聞いてくれるようになるってことが非常に大きなメリットなんですね。なので、かなりですね、この自分のチャンネルがより認知が広がるというか、そういうメリットもあるんですけども、それももちろんですね、メリットの一つではあるんですが、何よりもですね、インタビューの一番のメリットって、そういう、すごい人とつながれるってことなんですよ。やっぱりですね、この人脈を作るってすごく難しいじゃないですか。特にこういうね、インターネット社会というか、今みたいな状況だと、やっぱりこう自分の身の回りにいる人って、自分と似たような人が多いと思うんですよね。なので、なかなかそういうね、自分よりステージが上の人っていうのはなかなかこう普段接する機会ってのはないと思うんですけど、このポッドキャストのインタビューっていうですね、このコンテンツを利用すればですね、そういうちょっと自分よりもステージが上の人と比較的つながりやすいんですよね。もちろん あまりにもね、例えばこうステージが高すぎる人はさすがに無理ですよ。そういうもう例えばソフトバンクの孫さんとか、そういう人にね、インタビューお願いしますって言ってもまず無理じゃないですか。そういう人は無理ですけど、自分よりちょっと上ぐらいの人、プチインフルエンサーぐらいの人ですよね。めちゃくちゃすごいインフルエンサーとかだと、さすがにそんなのね、依頼しても無視されるのがオチなんで、ちょっと自分より上の人みたいな感じで、交渉することができるわけですね。そうすると、やっぱり自分よりもレベルが高い人だから、自分もその影響を受けるわけですよ。考え方とか、いろんなね、ものが吸収できるじゃないですか。そうすると単純にその自分の番組のリスナーが増えるっていうだけじゃなくて、自分自身の成長にもつながりますよね。そしてそこで人間関係ができることによって人脈が広がるっていう、すごく大きなメリットがあるんですよ。どういう人間とね、付き合うかっていうのは本当に人生を左右するぐらい大きな要素ですので、そういうね、すごくこううまくいってる人とつながるってことはとても大切なんですよね。でもなかなかこうブログとか、ブログではほぼないですよね、インタビューとかっていうのは。YouTube にしてもなかなかこうインタビューっていう形式でやってる人は少ないと思うんで、そういうところに招待してもあんまりこう、いまいちピンとこないというか、反応してもらえない可能性はありますけど、ポッドキャストであれば、インタビューっていうのは、比較的一般的な形式なので、それでね、OK してくれる可能性もありますよね。もちろんですね、そんなこう雑魚チャンネルに出てくれるような人ってあんまりいないので、当然インタビューするまでにある程度やっぱ自分のチャンネルを育てておく必要があるわけですね。それなりにやっぱりリスナーがいるからこそ、そのね、インタビュー相手も出
演するメリットがあるわけであって、本当にね、1人か2人しか聞いてないようなチャンネルに出てきても、まあメリットってないじゃないですか。で、基本的にやっぱりね、こっちがギバーになって相手に対して何かメリットを出さないことには、やっぱり相手もね、こっちのこう、まあ条件というか飲んでくれなかったりするので、もちろん事前に自分のチャンネルをですね、ある程度こう育てておくってことは大事なんですよね。僕も今のところはですね、こう一人でやってますけど、将来的にまあこうチャンネルがすごく大きくなってきたら、ひょっとするとインタビュー形式とかね、やるかもしれないですね。だからもしあなたがポッドキャストを配信してるんだったら、まあね、言っていただければインタビューさせていただくかもしれないし、まあそれでね、まああなたのチャンネルのこう、まあ、告知みたいな感じになるでしょうし、うん、まあ僕自身もね、別に言われればインタビューはね全然答えますので、言ってもらえれば全然大丈夫なんですけど、まあそういう形でこう横のつながりができるっていうのもすごくポッドキャストのいいとこじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ基本的に情報発信ってすごく孤独じゃないですか。自分一人で発信して、特にこうね、何も跳ね返りがない状態だと、本当にね、こうなんか聞いてもらってるのかなとか、ブログとかもそうじゃないですか。書いてるけど何の反応もないみたいな感じだったら、ちょっと、まあ、こう孤独を感じると思うんですよね。うん。でもこうやってこう、なんていうか、横のつながりがあると、すごく、まあそれがね、まあ、励みになったりすることもありますし、まあ、結構プラスに作用したりとかね、うん、ポッドキャストを配信 していく上でも、まあすごくですね、それがプラスになったりとかっていうことがあると思うので、やっぱりですね、その大きなメリット、まあ、絶対にこう生かした方がいいかなというふうに思うんですよね。うん、特にこう、まあなんでしょうね、コンテンツを自分でこう配信するのが結構大変な人はインタビュー形式にするといいかもしれないですね。うん、そうすればやっぱり自分にネタがなくても相手がネタを持ってるから、いろいろこうちゃんと喋ってくれるみたいな感じになるんで、まあ比較的ね、そういうまあネタ切れになりにくいというかなんですけど、まあ、もちろんね、そのまあ相手あってのそういうねコンテンツなので、最低限のやっぱり配慮はしないといけないですし、まあ相手に興味を示して、相手のことを事前にですねリサーチしておいて、まあ、どういうことをですね聞けばいいのかっていう質問も事前に考えておく必要がありますよね。なんかこう行き当たりばったりでやって、しかも何の打ち合わせもなくやると、こうグダグダになってしまいますし、それこそね、全く興味がない感じがこう伝わってきたりするじゃないですか。なんか相手に対してね、全然こうなんか熱を感じられないようなインタビューだったら、あ、この人なんか興味ないのかなみたいなふうに思うんで、それってやっぱりこうリスナーにも伝わるんですよね。うん、だからこう、まあせっかくね聞いてくれてるのにっていう風になっちゃうので、その辺はやっぱりね、こうしっかりとした姿勢で、まあ、臨む必要はあるんですけど、まあ、本当にねそういう出会い一つがすごくね、まあ、人生を変える大きなきっかけになるかもしれないので、ポッドキャストはねまだまだこう何て言うんですか、本格的に取り組んでる人って少ないんですけど、まあ、これからねかなりこう増えてくるんじゃないかなって個人的にはすごく予想してるんですよね。うん、やっぱりこう学習系コンテンツがすごく伸びてくるので、今後は特に音声っていうのは学習系コンテンツと相性がいいんですよね。うん、なので、まあもしですねこうポッドキャストを始めるんであれば、もう少し一日でも早くねやった方がいいかなと思いますし、まあ本当にいろんなねこうことができるので、まあ今回はねインタビューがいいですよって話をしたんですけど、まあそれ以外にもね、まあ様々なこう形式で情報発信ができるので、まあとにかくやってみるってことは大事だと思うんですよ。うん、やってみて継続することが大事だと思うんで、まあうん、とにかくね、チャンスがあればトライしてほしいと思いますし、できる限り長く継続してね。で、そういうところである程度こうポジションが取れてくると、まあ向こうからねインタビューの依頼が来たりとかそういうこともあるし、そこでこうね一気に認知されて、それ以外の媒体でもポッドキャストにすごい人がいるっていう風になったらね、それがやっぱりこう広がっていくじゃないですか、そういうのって。インターネット上に、そうすると結局それがシナジーになって、まあ、他のね、媒体にも生きてくるみたいなことがあるんで、まあ、まだね全然ポジションが取れる媒体なので、まあ、ぜひこう始めてもらってやるのがいいと思うので、まあ、ポッドキャスト興味ある人ね、ぜひチャレンジしてみてほしいと思います。では、今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。